皆さん、こんばんは。マーティンダーの脈ャクーボーイ、キンカです。時代を生き抜く学校の挑戦。確かに SDGs やりましたね。東京・杉並区のいろんな保護者からも、プレゼンテーションもやはりレベルが上がったそうでございまして、いろいろ生き物の大切さも学んだそうでございます。SDGs の理念があるとの保護者の声であります。EST 子ども報告会実はあるそうです。これは学習の学び、自主校の学びを進化する。 させていいく方法でですすねアウトトプットは効果的でございます西田小学校は確かに生活化、総合的な学習の時間で ESD 子ども報告会を2月下旬に行ったそうです。東京の話ですが。確かにいろいろな学び、持続可能な開発を相互に関連性及び統合された施設はその、この新たなアジェンダが目的とされている確保数上で極めて重要ではございます。確かに難しいです。ユネスコスクール、確かに基盤となったそうではございますね。この西田小学校の。はい。 考え方はいろいろ考えて、S、本当にカレンダー作りにも挑戦したそうでございます。語る会も開かれてはおりますし、いいですね。はい。六年間の学びを育てるこれいいです。このプレゼンテーション。やはり小学校一年生ではモリト中し二年生では西大さんを魅力を伝えよう、小学三年生自然と共に暮らそう、四年生はみんなと優しい町づくり、五年生は日本の良さを発信しょ、六年生は国際交流平和活動いろいろやってたそうです。 こういうテーマが、はい。やれていいです。西田健西田型研究協議会というものがあるそうでございます。東京杉並区です。確かに実際やってるところもあってね。難しいですね。明確であることとかいろいろ。その発表も確かに大変でございます。はい。というわけで以上です。バイバイ。